ダークダイブボンバーとは、かつて遊戯王環境を恐怖の闇に陥れた先行暗鬼、そして後行暗鬼でもできる史上最強のモンスターなのである。 DDB 誰がどう見ても壊れ。デュエルスタンバイ。DDP DDP DDP DDP。 どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ダークダイブボンバーです。さあ本日なんですが、ついに降臨しました、ダークダイブボンバーさん、通称 DDB、 誰がどう見てもぶっ壊れモンスターですね。 DDB、このモンスターですね、今回のねイベント、ライディングデュエルグランプリっていう、僕が世界一嫌いなね対人イベントでゲットできますんで、よかったら皆さんもこのクソイベントをね、紹介していただいてゲットしていただければと思います。もう二度とやりたくありません、このイベントは。でこのモンスター最強ですね、最強ですね、かっこ最強でした。ダークダイブボンバーさん、昔はですね、まあいろんなねデッキに出張してましてね、ワンキルをね、ひたすらワンキルを繰り返していた極悪非道なモンスターでございまして、OCG の方でですね、エラッターが入ったんですよ。これ、名称指定単位がついていなかったんですが、名称指定単位がついて帰ってきました。何年だったっけな、多分ね、5、6年前とかだと思います。5、6、7年前くらいにエラッターされて帰ってきたモンスターですね。昔はね、これ名称単位なかったんでめっちゃ強かったっていうのと、あとOCG の方では、レベル ×200 ダメージなんですけども、リンクスでは 100×100 ダメージっていうね、バーンダメージ半減の被害者でもある。つまりですね、当初、このカードが刷られた当初から比べると、クソほど弱くなっております。エラッターかけられた上でエラッターされてるんで、リンクスの場合は。めちゃくちゃ弱くなってるんですけども、いけますよ、まだ。それでも僕はね、先行ワンキルは諦めない。このモンスターはね、後行ワンキルも先行ワンキルもお手の物だったんですけども、今日は先行ワンキルをしていきましょう。元気にね。ギミック、フォーチュンレディギミックです。このモンスター、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れるんで、デッキを引き切りまして、で、レベルを、リリースしたモンスターのレベルかける100ダメージなんで、レベル40以上にすればワンキルで取れます。ということで、レベルを40にすればいいんですよ。この、モンスターの隣にいるモンスターを。ということで、タンホイザーゲートという最強カードをね、使いまして、自分のフィールド上の攻撃力が1000以下で、同じ種族のレベル、モンスター2体を選択し、そのモンスターのレベルを、2体のレベルを合計したレベルになるっていうことなので、これね、あれっす。これ、このデッキ解説する必要あんのか？なんか、これをパクって使おうと思う人がいないと思うから、これなんか解説をする必要さえなんかない気がしてきたけど、一応やるわ。マシンナーズカノンで、原獣機オライオンを、捨てるとレベル3とでレベル8に、なって、フィールド上のモンスターが。でタンホザーゲートを使うとどんどんレベルが上がってくるんですよ。これ3枚使うことによって、レベルが44まで最終的にいきますんで、44のレベルになったモンスターを射出しまして、ワンキルするという、まあ、そういうギミックですね。はい。なんでコンボパーツは、マシンナーズカノンと、オライオン、それからタンホイザーゲート3枚に、まあ、このレベル7のシンクロモンスターが出せるギミックですね。まあ、今回はそのフォーチュンレディっていうシンクロには欠かせないギミックが入ってますんで、しかもドローもできるということでね、はい、ということで、このギミックぶち込んできたんで早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。術師パン、これは、ああいいね、ハンドショット強いな。ハンドチョイスよ。私のターン、パスティ召喚、フォーチュンディパスティ召喚ビジョン効果。まあ結局ね、ここのドローが決まるかどうか問題なんだよな。あとはでコーリング発動、はい、でコーリング効果でライティ、まあこれ反応強いんで結構可能性ありますね。でフォーチュンディパスティの効果と、このモンスターのレベルを変化させ、フィールド上のフォーチュンディモンスター1体を除外していく。でレベルを1個上げる。そしてフォーチュンディビジョンの、フォーチュンビジョンの効果、さらにライティの効果、ライティが除外された場合、敵からフォーチュンディモンスター1体を特殊召喚で、強欲な壺を特殊召喚で、強欲な壺の効果と、で2枚ドロー。あー強い、強っ、強っ、強っ、あ強いよ。これワンありますよね、えワンダーワンド効果と、リリース2ドロー。あいいね。いいよ、いい、今のところいい、非常に。で、チーチェ効果、これ非常に強い。なるほど、
ワンダーワンド効果と、ワンダーワンド効果でチーちゃんに装備して、でチーちゃんリリース。はい。なるほど。フォーチュンフューチャー発動。フォーチュンフューチャー。これレベル5かなんか来てほしいね。あー、なるほど。あー、なるほど。枚数合わねえな。煉獄使ったところで枚数が合わねえ。枚数が合わねえ。悪夢の書を使うしかないか。悪夢の書を使って、あ、ちょっと早かったか、引いてからでいいわ。やべ、ミスった。やべ、ちょっと待って、1枚ないのどれ。2枚でしょ。でもワンダーワンド引けなかったら終わりなんだよな、どっちにしても。でもこれでフォーチュンフューチャー、やべえ、これミスった。やべ、これ煉獄使ってからだわ。ごめん、ちょ、ガバイ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 。ちょっとマジでまだデッキ調整中だから本当に。あ、強い。で、アンちゃん特集で、これでいや、これでいける。これでレベル5のアンちゃんにレベル2のフォーチュンリファスをチューニング。シンクロ召喚、誰がどう見てもぶっ壊れモンスター、ダークタイプボンバー、シンクロ召喚。そしてさらに俺はカオスソーサラの効果発動、光属性闇属性モンスターをゲームから除外し、これはどっちだ、カオスソーサラを特殊召喚、さらにフォーチュンフューチャー発動。フォーチュンフューチャーの効果により、フォーチュンレディモンスター一体を戻して2ドローしてきたー。神ゲーきたー、神ゲーきた。マシンナーズカロンの効果発動、幻獣機オライオンを押せでこのモンスターを特殊召喚。そして幻獣機オライオンの効果発動、幻獣機オライオンは特殊召喚に墓地を送られた場合トークンを生成する。そしてタンホイザーゲート発動。あー、海賊戦以下のモンスターの選択肢レベルをどんどん合わせていくぞ。もう1枚発動していくぞ。さあ、これでレベルが22だ。そしてタイホイザーゲート3枚目発動。うおこれが最強デッキだ。いかがです、ダークタイプボンバー効果発動、発射。うおドヤー、これはさすがにちょっとツイッターに投稿してくるわ。上回っているのです。完璧。